気がつけばいつの間にか秋。この時期にしては暑い気がするけど、8月の酷暑に比べれば窓を開ければ涼しい日もあるし、暑さの峠が過ぎたら、少し冬を先取りして鍋を楽しむのもおつなものね。ほら、たぬきさんもお箸と器の準備を手伝ってちょうだい。じー。ん？キツネさん、この鍋に入ってるのって。ああ、もう秋だから、キノコたっぷり鍋にしてみたんだけど、どうかしら？えのきにしめじにしいたけに、この見たことないキノコは一体。それは普通にヒラタケだけど、何をそんな警戒しているのよ。前に紹介した毒キノコランキングとか、AI が書いたキノコ本とかの動画を見返してたんだけど、知らないうちに間違って食べてしまう危険があるし、全部が毒キノコに見えてきて。まあ確かに、見間違いや誤動程で食用キノコと勘違いして採集する危険はあるけど、普通に生活しているだけなら交通事故より遭遇する確率は低いと思うわよ。それに、過剰な不安や心配が生まれるのは、知識不足が原因とも言えるし、せっかくだから、今回は毒キノコを食べるとどうなるのか、最近起きた間一髪のトラブルについても紹介していくわ。この動画を見ているほとんどの人は、毒キノコの危険性や誤動程のリスク、他人から天然のキノコを譲り受ける危うさなどを理解しているから、日常生活の中で毒キノコに遭遇するということはまずないと思うけど、実は思わぬきっかけで口にする可能性もゼロじゃないのよね。え？事件が起きたのは2023年9月のこと。北海道札幌市南区南沢にある野菜の無人販売所にて、誤って毒キノコが販売されるという恐ろしい出来事があったわ。ひょえ。札幌市保健所によると、誤って販売されたキノコは2本で、そのうち少なくとも1本は毒キノコのテングタケであることが判明。テングタケは褐色の傘を持つ広葉樹林の地面に発生する見た目の地味なキノコなんだけど、毒キノコとして広く知られるベニテングタケよりも強い毒性を持つキノコであり、食べると食後30分程度で嘔吐、下痢、腹痛などの消化器系の中毒症状が現れるだけでなく、神経系の中毒症状により幻覚や視力障害、呼吸困難や昏睡状態にもなる恐ろしいキノコ。そんな危険なものが無人販売所に置かれていて、誰かが買っていってしまったのよ。やばいじゃん、早く回収しないと大事になるでしょ。そのため管理者が異変に気づいた後、すぐさま保健所に通報し、北海道のローカルだけでなく、ヤフーニュースなども取り上げて、全国的に注意喚起がなされることに。地元番組でも事件を伝えるニュースが流れたわ。それでは次のニュースです。SNS で知り合いを語り、嘘の投資話を持ちかけられた男性が5000万円の被害に遭いました。不審に思った男性は通報し、警察は詐欺事件として捜査を進めています。へえ、こういうのって振り込む前に気づきそうだけどな。よし、いい感じで鍋が完成したぞ。美味しそうな天然キノコが売ってたから、2本買って1本さばいて具材にしてみたけど、味はどれどれ？ん？おいしい、これはペロッといけるな。ふう、満腹満腹。では次のニュースです。今朝、札幌市南区の無人販売所にて、毒キノコのテングタケが誤って販売されたとのことです。今日午前8時前、無人販売所で種類のわからないキノコ2本が売れていたことに気づき、管理者が離れていた15分の間に代金が置かれ、キノコがなくなっていました。市は購入した人に食べないよう、注意を呼びかけています。これ買ったの、俺じゃね？このタイミングで気づいたの？間一髪か。購入者の男性はニュースを見て札幌市に名乗り出ることに。購入したかもしれない、私のことではないか、という趣旨の連絡があり、体調も無事だったものの、すでに男性は買った2本のうち1本を食べていたけど、 50% の確率で毒キノコを回避したのよ。お、恐ろしすぎる2分の1チャレンジじゃん。それで食べちゃったもう1本は結局何のキノコだったの？それは分かってないわ。やっぱりいろいろとヤバくない？無人販売所の管理者も、まさかこんな場所ですぐに売れるとは思っていなかったのか。戻る用事ができたけど、取ってきたキノコ置く場所ないな。まあ一旦この棚に置いておこう。どうせすぐに売れるものじゃないし。そして15分後。あれ？さっき置いたキノコがないんですけど。というかあれ一つはテングタケ。毒キノコだったから通報しないとやばい。と、商品として売るつもりはなかったものの、一時的に販売用の棚に置いて席を外したところ、戻ってくる間に売れてしまい、慌てて通報。
この時、もし管理者が通報を怠っていれば間違いなく食中毒になっていただろうし、購入者もニュースを見なければ2本目を食べていたかもしれない。男性はいくつもの確率を超えて無事に危険を回避したわけね。運がいいんだか悪いんだか。この件で被害者はいなかったものの、誤導艇で市販される最悪のケースも起きているわ。2014年9月、滋賀県高島市にある道の駅でパック詰めされたキノコの中に、毒キノコの月夜竹が誤って販売され、食べた人7人が食中毒になる事件が発生したわ。これは普通に売られちゃったパターンなんだ。その道の駅では、農家が直接店頭に持ち込んで販売するシステムであり、地元の新鮮な野菜や果物が手に入ると人気を博していたものの、それがあだになったわ。朝取り新鮮毒キノコとか嫌すぎる。販売されていた月夜竹は、ブナの枯れ木に群生する秋のキノコの一種で、茶色の薄く広い傘を持っており、いかにも食べられそうな見た目をしているため、幼い子実体は椎茸に、成熟したものは平茸と勘違いされて採集される場合があるわ。また、不快感のある匂いや味もせず、調理後も違和感なく食べられてしまうため、パック詰めされて売られていれば、素人は間違いなく食べるでしょうね。こんなトラップ絶対避けられないじゃん。それで、月夜竹を食べたら一体どうなっちゃうの？食後30分から3時間程度で腹痛を引き起こし、嘔吐下痢を中心とした中毒症状が現れ、景色が青白く見えるなどの幻覚や痙攣を伴うことも、迅速に処置しなければ命の危険もあり、下痢による脱水からの死亡例も報告されているわ。今回の事故では幸いにも、中毒者全員が無事に回復したものの、滋賀大学の横山名誉教授によると、腹が痛くなるケースが多く、たくさん食べると重症化する、ホタルが飛んでいるというような幻覚などの症状も、死亡することはほとんどないが、かなり重症になることがある。と説明、月夜竹は日本で最も食中毒の件数が多い毒キノコで、年間の毒キノコによる食中毒患者の、実に 45% がこのキノコによるものと言われているわ。それだけ身近な毒キノコってことなんだね。毎年約50から60人前後が患者として報告されて、厚労省も注意喚起を出しているわね。でも、ここまでの話で毒キノコを食べたとき、どんな中毒症状が出るか話したけど、毒キノコを食べたら具体的にどうなっちゃうの？毒キノコにもかなりの種類があって、それぞれ毒性も異なるわ。日本には判明しているだけで、4000から5000種のキノコが生えていると言われているんだけど、そのうち明確に食べても問題ないと判明しているのはたった100種程度。毒キノコと分かっているのはその倍の200種で、残りは毒の有無自体も不明なのよ。わお。今回はその中でも、代表的な毒キノコを食べた場合の具体的な症状を紹介していくわ。まずはイボテングタケ。夏から秋にかけて林に自生するテングタケ科のキノコで、傘の上に硬いイボがあるのが特徴で、薄い茶色の傘を持つことから、シイタケと誤認して毒キノコ中毒事故の 7% を占めているわ。確かに写真で見るとシイタケそっくり。見た目がそっくりなことも厄介なんだけど、厄介なのはもう一つ。この毒キノコ、味はうまいという落とし穴があるのよね。へ？テングタケ科のキノコの中には、イボテン酸というアミノ酸の一種が含まれていて、これが毒性を持つと同時に、旨味調味料の主成分である、グルタミン酸の10倍も強い旨味成分として作用するため、人間が毒キノコと知らずに口にすると。あら、今日の椎茸は一段と美味しいわね。何個でも食べられるわ。と、多量に摂取してしまう恐れがあるのよ。恐ろしすぎる落とし穴。実際に食べた人のレポートによると、小指の先程度の腰筋を飲み込んだ15分後、ひどい腹痛と気持ち悪さを感じてトイレにこもることに、便座に座って1分ほどしないうちに頭をゆすられるような感覚がして、視界の歪みを感じ、記録のためメモを取ろうとするも、手が震えて力が入らず立ち上がることもままならない。この時点で異常な発汗に気づき、脱水にならないよう水を補給することに、食後22分後に嘔吐し、25分後にはトイレットペーパーの芯からタコの足が出ている幻覚が見え始め、タコの吸盤に吸い込まれ、自宅の庭が見えて混乱するも、舌を噛んで意識を取り戻したわ。この時点でもうだいぶやばいんですけど。食後から50分、背中の痛みで目が覚めて自分が気絶していたことに気づき、全身のだるさを感じながら2時間後、視界が緑やピンクなど異常な色に見え始め、幻覚を落ち着かせようと目を閉じると、自分が光になったような不思議な感覚を覚え、気づけば朝に。
下剤と水を飲んで翌日には回復したそうだけど、なかなか恐ろしい状態以上にかかってるわね。うまさの代償が大きすぎるんですけど。これが小指の先ほどの量でも起きるわけだから、丸々一本食べたらどうなるか、想像するだけで恐ろしいわね。次に紹介するのは草浦紅竹。ハラタケ目一本シメジ科に分類される、夏から秋にかけて広葉樹などに生えるキノコで、傘の大きさは3から10センチほどで白っぽく、匂いを嗅ぐと不快臭がするわ。このキノコもそんなに中毒事故が多いの？見た目が地味であり、毒キノコ中毒事故の 20% を占めている問題児で、2000年から2009年の記録では、毎年10から40人程度の患者が記録されており、シメジなど姿形がそっくりの食用キノコが多く、ご同定による中毒事故が多発しているわ。余剰販売や卸売市場を経由した流通販売でも中毒例が報告されていて、その道のプロでも見間違える、なかなか厄介な特徴を持っているわ。そりゃあ素人だと絶対見分けられない。そんな草浦紅竹を食べると、20分から1時間程度で嘔吐下痢、腹痛などの消化器系の異常や、発汗など神経系のムスカリン中毒の症状が現れるわ。ムスカリン中毒。ムスカリンとは、一部のキノコに含まれる副交感神経作用物質で、末梢の副交感神経系に重篤な刺激作用を生じさせ、痙攣や死に至ることもある危険なもの。涙や唾液の分泌量が増え、異常に汗をかくのが、このムスカリン中毒の典型的な特徴で、大量に摂取すると、瞳孔の縮小や呼吸困難などに見舞われるわ。中毒症状は2時間程度で静まると言われ、死亡することは基本ないものの、稀に、心臓発作や呼吸不全の原因となり、命を落とす危険もゼロじゃないわね。ブル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 。そして最後に紹介するのは、毒ツルタケ。全体的に白っぽく、キノコ狩りのシーズンにわたって全国に発生するため、マッシュルームなど、白い食用キノコと間違えられて採集されることがあるわ。見た目は全然危険な感じしないけど、これもやばいの？ハラタケ目テングタケ科に分類される、イボテングタケと同じ仲間の毒キノコだけど、イボテングタケのように、口にしても1日で回復するような生半可な毒ではなく、致死量は 15g、1本食べるだけで成人男性でも死に至るほどで、その毒性の強さと見た目の美しさから、海外では死の天使なんて異名もつけられているわ。1本で死ぬレベルって。このキノコの危険性については、いろんな文献や動画で散々語られているから、今回は、実際に毒ツルタケを食べてしまった患者の貴重な症例記録を紹介していこうと思うわ。大丈夫なのかな？症例は50代男性、9月下旬にキノコ狩りに行き、3種類のキノコを採取。2人家族で、持ち帰ったキノコを油で炒め、そのほとんどを1人で平らげた翌日、嘔吐下痢など消化器系の症状を自覚し、医者に診てもらうことに。具体的な原因が分からず、対症療法として点滴を受け帰宅したものの、改善せず、翌日血液検査をしたところ、明らかな異常が起きていると発覚。人間の肝臓の中には、AST、ALT と呼ばれる、体のバランスを保つ大事な酵素が含まれており、血液検査でこの、AST、ALT が異常に多く検出されると、肝臓の細胞がダメージを受け、酵素が流出している可能性があり、肝逸脱酵素の数値が高くなってしまうわ。この数値を見ることで、肝機能異常や肝炎などの異変を察知できるんだけど、基準値は30ほどで、この数値が2倍になったら要検査と言われているわ。ふむふむ。毒ツルタケを食べた男性は、この数値が上がっていたんだけど、一体、どれぐらいになっていたと思うかしら？でも2倍で、要検査のレベルってことは、もしかして3倍近い100とか？6004。へ？6000って20倍ってこと？男性は、初日の血液検査で、AST、ALT が1000を記録して即入院。翌日の血液検査では AST が5000で、ALT は6000、基準値の20倍もの数値を叩き出していたわ。明らかに体がやばいことになってるじゃん。毒ツルタケは食べると、黒い血を吐くという、恐ろしい逸話があるんだけど、これは、その強い毒性で、肝臓や腎臓を壊死させ、肝炎や心臓の異常を引き起こすため、内臓が破壊され、ひどい肝炎を起こした時に吐血するのと同じ状況になってしまうためなのよ。これ、まさにこの瞬間、毒ツルタケが肝臓を破壊しようとしてるんだ。病院で精密検査を受けた男性は、至るところに異常をきたしていると明らかになり、急性肝不全と合致、腎臓の働きが 30% 以下に低下した腎不全も疑われたわ。
その後、男性は大きな病院に移され、病歴の重さから毒鶴竹の摂取を疑い、腸管内に活性炭を投与し、血液浄化療法を試みることに。これは、異常をきたした患者から少量の血液を体の外に循環させて、その間に浄化して体に戻す、別名人工透析とも言われる治療法で、医者も少しでも体を正常に戻そうと全力で取り組んだわ。大丈夫なのかな。5日目には少しずつ数値が改善したものの、予断を許さない状況が続き、6日目には38度を超える発熱があったものの、7日目には呼吸も少しずつ落ち着いて、9日目には熱も下がり、10日目には抗生剤投与を中止してもいいぐらい回復したわ。お？ CT では軽度の肝萎縮が認められたものの、数値は改善しており、翌日には小さな病院へ転院したわ。症例報告によると、毒鶴竹の毒は消化管から素早く吸収され、速やかに肝細胞に取り込まれ、食べてから1時間以内であれば胃洗浄で重症化は防げるものの、毒鶴竹の中毒症状は食べてから6時間後にしか現れない特徴があるため、症状が出る頃にはすでに全身に毒が回った状態になってしまうわ。人間に対して殺意ありすぎでしょ。毒鶴竹の中毒死亡率は 50% とも言われ、1週間かけて内臓を破壊するわ。通常であれば助からない可能性が高かったけど、早期に毒鶴竹中毒であることに気づき、大きな病院で治療を受けられたことで一命を取り留めたわ。何はともあれ無事で本当に良かった。でも、こんなに危険な毒キノコがたくさんあるのに、解毒薬とか特効薬は存在しないの？それはなかなかいい質問ね。ここまで挙げた症例を見てもわかるように、毒キノコの毒性は多種多様で、すべての風邪に効く風邪薬がないように、毒キノコ全部に効く特効薬も存在しないわ。毒キノコ中毒は、消化器障害型、神経障害型、原型質毒性型の3つに分類されるんだけど、その原因となる毒素は種類によって異なり、毒性も複雑で解明がとても難しいわ。もし仮に、特定のキノコの解毒薬が完成したとしても。毒キノコ中毒ですか？何の毒キノコを食べたんですか？なんか茶色っぽい、椎茸みたいなやつです。それじゃあヒダの部分はどんな感じでしたか？いや、毒キノコと知らないまま食べたのでよく覚えてませんよ。ああ。という具合に、医者もキノコ専門家じゃないから、よくわからないままでは薬を処方できないから、もし解毒薬や特効薬が完成しても、それを適切に使える可能性が低いのよね。だから、腹痛には痛み止め、下痢には下痢止めなど、場当たり的な対症療法しかできず、細かく体の数値を見ながら、異常が発生した箇所を薬の投与などで治療するしかないのよ。毒キノコを食べてしまったかもと気づいたら、すぐに食べたものを全部吐き出して、異常がいつ起きてもいいように、病院にすぐ駆け込める準備をしておくしかないわね。何も起きないことを祈るしかないとは。絶対に毒キノコに当たりたくない人は、産地がはっきりしているキノコを食べること。プロのキノコ採集家でもうっかりがあるから、100% 安全とは言えないのよね。天然物も美味しいけど、安全も大事だからね。絶対に毒キノコを食べないぞという強い決心がある人は、こちらの過去動画、毒キノコにまつわる間違った迷信もぜひ見てほしいわね。有名な迷信だと、毒キノコの絵は綺麗に縦に裂けないなんて噂があるんだけど、全くの嘘で、死の天使の毒鶴竹も縦に綺麗に裂けるわよ。信じて食べたら内臓破壊されるやつじゃん。